南小とマカオインヨンチャ通信ガイドの椿です。私は今マカオ世界遺産の見どころの一つギア聖母礼拝堂およびギア灯台の前に来とったい。絶景と自然が楽しめるここギアの丘は実は霊山としても知られとっていくつも都市伝説があるとよ。今日はその中でもポルトガルの船乗りを救った奇跡の聖母伝説についてここにある建物の知られざる歴史とともに解き明かしていくけん。世界遺産って見るだけでもちろん綺麗やなすごいなって思うもんもあるっちゃけど、ただそこに行って見るだけ写真を撮るだけやったらあんまり印象に残らんでからくさ、帰って写真を見返してもあらこれどこやったかいなっていうところ結構あるよね。そこにまつわる歴史やエピソードを知ることでもっとそこが身近に感じたり時の流れに思いを馳せたりしてもっと記憶に残る旅になるし楽しみ方が増えるよね。この動画ではマカオ政府公認ガイドだけが知っとガイドブックにも載ってない知られざるエピソードを分かりやすく解説します場合、マカオ在住プロガイドならではのおすすめの撮影スポットやこの季節だけのおすすめの見どころなんかも紹介する件ぜひ最後まで見てくださいね。このチャンネルではマカオにまつわる歴史や謎、伝説やミステリーをマカオ政府公認ガイドがお国言葉の博多弁で紹介しようよ。マカオが好きな方、世界遺産が好きな方、歴史が好きな方、都市伝説が好きな方、博多弁が好きな方は次の更新場見逃さんごとピシャーとチャンネル登録ばしちゃりね。ここモンテの砦にご案内するオンラインツアーも開催しようよ。ライブ配信で双方向コミュニケーションが楽しめる絶景と歴史の癒し旅を体験してみらんね。実際にマカオを旅行しようごたとか旅前の情報収集にぴったりって好評とよ。興味がある方は概要欄にリンクを貼っておくけんチェックしてみてください。見てん絶景やろ。ここがマカオ半島で一番高い場所っちゃんね。標高は91メートルやけん福岡で言ったら博多の森の東平尾公園の展望台と同じくらいやね。誰今しょぼいって言ったの。いいとここからはマカオの街を一望できるっちゃん。グランドリスボアやろ、それからマカオタワー、こっち側は新しい街やね。それからこっち側が古い町並み、建物、お家もいっぱいあろう。それから世界遺産、世界遺産と一緒に記念写真撮るならここがおすすめよ。じゃあここに伝わるポルトガルの船乗りを救った聖母の奇跡伝説について紹介するね。昔日本とマカオの間を頻繁に航海しよったポルトガルの船がいくつもあったとね。それである日大きな台風が来よって運悪くいくつもの船がこの台風に巻き込まれてしまったっちゃん。辺りは真っ暗やし雨はザーザー降るし風は強いしで船がくる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 この葉のこと回ってから方角を見失ってしまってからくさ、あいたあこらしまえたばいってポルトガルの船乗り思ったと。そしたらくさこの丘の上から数本の強い光線が発射され無事マカオまで導いてくれんしゃったとげな。船乗りたちは聖母マリアのご加護のおかげだって感謝してここにマリア様に捧げる礼拝堂を建てたと。でこれがこの丘で一番最初に建てられた一番古い建物で1622年に建てられたものじゃんね。この礼拝堂ね、
中は撮影禁止やけん、まあ、外からご紹介するけど、マカオらしい東西文化の融合を感じることのできる世界でも珍しい教会とよ。中にはフレスコ画が描かれとっちゃけど、天使やらの絵と一緒に狛犬とか盆栽の絵が描かれとっちゃ、と思うやろ。こんな言葉い狛犬やら舌をペロって出しとってえらいかわいいっちゃん。ほっこり癒されるけん、ぜひご自分の目で見てみてね。はい、ここがギア灯台ね。これは1865年に中国沿岸では最初の灯台としてマカオに建てられたじゃん。ちょうどね、その頃日本でも初めて西洋式の灯台が作られたとげな。明治に入ってすぐ1869年に神奈川県の観音崎灯台っていうのが作られたじゃんね。でこちらの灯台は1874年に近っぱ大きい台風が来てからさパゲってしまったった。それを1910年に建て直したとね。ちょうどその頃マカオにも初めての電力会社ができとったけん、今みたいに電気式の灯台に切り替わったっちゃん。普段は一般の人は中に入れんちゃけど、年に1回1ヶ月ぐらい土日だけ開放するっちゃんね。その時は中に入ることができるっちゃん。欧米人の観光客とか家族連れに人気があるとよ。去年私も午後来てみたらバリバリ家族連れが並んどったっちゃん。やけんもしタイミングよくこの灯台開放される時にマカオに旅行に来る方で、この灯台の中で観光してみようかなと思っておられる方は、午前中早めに来られるのがおすすめです。中はねとっても狭くて小さくて可愛いっちゃん。灯台の一番上から外に出て360度マカオを見下ろすこともできるとよ。こっち側は海になっとうとよ。モンテの砦の動画でもご紹介したけど、ここギアの丘は1638年にオランダ人によって作られた要塞やったじゃん。ギア聖母要塞って呼ばれとったっちゃけど、それでこうやって今でもね大砲台が残っとうと。面白いのがさ、これサンズカジノ、大砲がサンズカジノを狙っとうように見えるじゃんね。ここも記念撮影におすすめのスポットばい。日本の桜と比べると全然やけどね。マカオでも桜が見られるっていうことで私も癒されとうとよ。コロナの影響で外国人がマカオに入ってこれんくなってから1年経つじゃん。お話って人から人に語り継がれていくもんやけん、ガイドブックにも載ってないこの奇跡の聖母伝説ってもう1年以上も誰にも語られてこんかったじゃん。やけん今日このお話を聞いてもらって、ギアの丘の聖母様も喜んでいると思います。昔は日本とマカオの間ば行き来しおった船の多かったとね。そうたい、ポルトガルは日本との貿易でだいぶ儲かったけんね。いやー、しかし台風に巻き込まれるやら往生したわいね。マリア様の奇跡で命こそ救われたばってんがくさ、しかーっぱえずかったろう。うん、相当後悔したげなばい。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録高評価ピシャーっとしちゃりね。はい、ご一緒にいくよ。3、2、1ピシャよかろうもんならね。